中年オタッキーです、今日はですね、APS カメラ、の紹介をしていこうと思ってるんですけど、その前に、視聴者様の、動画をね投稿して、いただいてるんですけど、大変好評でして、投稿する数がね劇的に増えております。で、一人でやってるんで、私一人でやってるんで、ちょっとでもね、たくさんの方の写真をちょっと紹介したいということで、今回ちょっとね、規定を設けさせていただきます。この動画のね、説明文にも、書いておりますので、読んでいただけたらと思いますけど、まずね、1回の、まあ、基本的に週のですね、1週間投稿を2枚までに制限させていただきます。まあ、その理由っていうのが、今回もね、今回の動画、9人の方からの投稿を受け付けるんですけども、紹介するんですけど、1枚あたりのね、時間がやっぱ短いと写真を十分に楽しめないんで、で、長くすると枚数が多いと時間がかかって、たくさんの人の写真を紹介できなくなってしまうということで、一度のね、投稿2枚までにちょっと制限させてもらいます。申し訳ない。それと編集のね手間も結構、あるんですよ。一応ね、やっぱ撮影データを入れないとね、見ていてその見応えがないのもありますし、この写真を何のカメラで撮ったのかわからないっていうんでは参考にならない部分もありますんで、みんなでシェアしてね、写真のね、その質を向上したりするきっかけになればと思ってるんで、撮影データはやっぱ載せたいんで、一度につき、まあ、次のね、あれかに、動画に紹介する写真が、2枚に制限させていただきます。あと、来週、次の動画でね、カメラプレゼントを、やろうと思ってますんで、カメラプレゼントを始めると、DM、ツイッターの DM が大変混雑しますんで、次の動画、カメラプレゼントの動画がアップされて以降は、ちょっとそのカメラプレゼントが終わるまでは、ちょっと投稿を控えていただくようにお願いします。はい、じゃあ今日の動画始めてまいります。今日はね、この、まあいわゆる言っちゃいけねえんだろうけど、バカチョンカメラ、APS カメラですねの、富士フィルムが制作した、エピオン 210Z の紹介をしていきます。それでは本編スタートしてまいります。まず APS カメラなんですけど、まあ、若い人は知らない人もいるかもしれないですけどね、フィルムは通常鉄でできたパトローネに入っているんですけど、 APS カメラはもうちょっとちっちゃいこういうね、プラスチックの、ね、カートリッジに入ってます。で、これね、実はこれ現像した後なんですけども、現像済みのフィルムが中に入ってまして、見ることはできないんですね。それ分解すれば見ることはできるかもしれないでしょうけど、つまり、自分が持ってるスキャナーでスキャンできなく、できないってことになりますね。で、まあ、こんな感じでね、これちょっと今 CD はパソコンに入ってますけど、CD ケースにね、このインデックスがついて、まあ、これは CD 化した場合ですけどね、このインデックスで確認してプリントを注文したり、CD の中身を確認したり、パソコンで確認したりするということになるんですけども、今 APS カメラっていうのはもう絶滅しちゃったんですね。デジタルカメラが出てくるかどうかぐらいの時に APS カメラって出てきて、で結局、大した数売れなかったんで、もうフィルムも売れないんで、フィルムがね絶版になっちゃいました。だから APS カメラの、フィルムを入手しようと思ったらもう期限切れしかないんですね。で、今回ね、その、エピオン 210Z で撮った、このフィルム400、ネクシアかな、ね、富士フィルムネクシアの400なんで、これもね2008年2月、11年以上
前に期限切れになったもので、はっきり言ってね期待してなかったんですけど、絵が出てくれたんでね、カメラの紹介することができました。ちなみにこれ3本で、ハードオフでね3本セットが100円で売ってたんですよ。まあ、100円だったら捨ててもいいかと思って、撮ったんですけどね。でどんな写りをするのかっていうのは、作例をまずね、紹介してまいりましょうか。じゃあ、 作例をバババーンとご覧ください。はい、作例ご覧いただけましたかね。まあ、11年ちょい期限切れしてる割にはよく映ってます。このカメラね、マニュアルモード一切ない、もうボタンを押すだけで、フラッシュの強制発光ぐらいはありますけど、何もできないカメラにはなるんですけどね。で、11年ちょっと経ってる、フィルムなんでかなり感度低下してるんで映らないだろうと思ってたら、ちゃんと出ました。ただやはりちょっと全体的にねアンダーになってる写真が多いんで、光が、弱い部分がそのザラザラになってたりとか、コントラストが低下してたりとかはありましたね。でこのカメラなんですけどもね、APS-C っていうのは聞いたことあると思うんですけども、焦点距離がねちょっとね通常とは違うんですね。これフジノンズーム、22.5 から45mm っていうのがついてますけど、これ何倍換算ぐらいなの、やっぱ 1.5 倍換算ぐらいなのかな。ということは、やっぱ 70mm、3570ぐらいのレンズがついて、フルサイズでいうとね感覚になるのかな。でまあ、ピント合わせをして撮るんですけどね、今光りますね、勝手に光ってしまいます。これレンズ的にはねそんなに、悪くないですね、写りいいです。で、お店ラボでね、データ化数しかなかったんで画素数は知れてます。多分これ150万画素ぐらいにはなるんじゃないかな。あー、拡大するとやっぱ粒子荒いな。やっぱ期限切れのフィルムだけはありますね。あ、でも結構ドット出てこないもんですね、拡大してもね。あ、ここまで拡大すると出てくるか。まあ画質的にはね、非常に問題ないカメラでして、フィルムさえあればねいい感じなんでしょうけどね。もう簡単に撮れて、ですすごいレスポンスがいいですし、まあ必要ない機能かもしれませんけど、この APS カメラってね、例えば10枚写真撮って違うカメラに乗り換えようっていう時にフィルムを一遍収納して違うカメラにまた装填して、そうするとまた10枚目から勝手に始まるとかね、結構便利なんですよね。カメラをたくさん使う人間にはねこういう機能はねありがたいんですけど、まあもうフィルムが売ってないんでどうしようもないですけどね。はい、今日のねカメラ紹介はねこんな感じになっていくんですけども、ちょっと端折った形になっていくんですけど、このカメラね、ほら以前ねカメラまとめて23台落札して、その中の1台だったんですよ。で、壊れてなかったんで、これは使いたいと思って、まあ、フィルムがたまたまね、手に入ったんでね、使ってみました。はい、今日のね、カメラ紹介はここまで。ここからはね、視聴者様のね、写真の、紹介になってまいります。とりあえず、一番最初に紹介するのが、ケンさん、の写真になってまいります。それでは、ケンさんの写真、ご覧ください。ケンさんの写真なんですけどね、これニコン EM、でレンズがねズームニコール C、80-200 の F4.5、 これね、ハードオフのジャンクコーナーで買ってきたレンズということで、ただシャッターの不具合で、上が感光してるっていうことで、これ多分膜束のトラブルですね。これ先膜が上に上がって後膜が上に追っかけるタイプ、なのかな、その逆か下か、下がる方向だとすると後膜が、遅いのか、あ、先膜が
の速度が、ん？遅いのか？ちょっとわからなくなっちゃった。横膜だったらね、簡単にわかるんですけど、これテンション調整したら治るんじゃないかな。ニコン EM ってどうなんだろうね。電子シャッターかな？難しいのかな？職人さんがね、調整すれば治ると思います。自分で直す方法があるかどうかはちょっと、わかりませんけどね。いい写真なのにちょっともったいない気はしますけど、まあこれはこれでいいのかもしれないですけどね。はい。じゃあ次参ります。次はね、以前、フィルムスキャンでね、ご協力いただいたね、スキャンスタジオ F11 さん。F11 さんかな、の紹介、写真を紹介してまいります。はい、それでは写真紹介いきます。はい、スキャンスタジオ F11 さんの写真なんですけどね、1枚目、2枚目は、これ、スクエアの写真、あ、3枚目もそうか、スクエアの写真だったんですね。で、ちっちゃく表示されてしまうんで、トリミングさせてもらいました。さすがというかね、これプロ用のね、スキャナー、ハッセルブラッドフレックスタイプっていうね、プロ用のスキャナーでスキャンされておりますんでね、画像がむちゃくちゃ精細ですね。私もちょっと参考にしたい写真とかもありますね。これビルの写真なんかいいですね。はい。じゃあ次の紹介。次はね、ケンタナさんの写真を紹介してまいります。それではケンタナさんの写真紹介いきます。はい、ケンタナさんはね、ニコン F4。僕もこれ F4 欲しいんですけどね、F4。この間も、カメラの北村にね、中古、ジャンク扱いで置いてあったんですけど、どうも基板がいってるみたいで、ちょっとキャンセルしたんですけどね、F4 なかなかね、人気が高いです。で、F4 でね、レンズがね、1枚目が、F マイクロニックオールの 60mmF2.8。あ、どっちもか。どちらもですね。60mm の F2.8。プロビア100 F で撮ってる。リバーサルフィルムで撮ってありますね。プロビアはね、自然な発色、をするフィルムでね、こういう大間さんの写真とかすごくいいですね。縦紙もね、綺麗に写ってますよ。で、かなり、解像度も高い。単焦点レンズですからね。やっぱ解像度が高い写真になってます。次の写真もね、ワンちゃんが写っててね、ワンちゃんの表情が何とも言えないですね。木につながれてるワンちゃんの写真ですけど、物悲しげなね、ワンちゃんの写真、表情が、ちょっとね、トリミングするとね、こんな感じでね、好みの写真になってまいりますけど、はい。じゃあ、次の紹介に参ります。次はね、マグナムさんの写真を紹介します。それでは行きます。はい、マグナムさんの写真ですけどね、1枚目がね、これは梅になるのかな、八重桜になるのかな、ちょっと花詳しくないんでわかんないんですけども、健康のね、KF2N に、ニコンの AI ズームニコール3570を、取り付けて撮影した、写真になります。非常にシャープに写ってますね、ピントもバッチリです。お花見のね、楽しい雰囲気もね、後ろに出てていい感じですね。はい、2枚目がね、オリンパストリップ35で逆光。これね、なかなか幻想的な写真になってます。これいい写真ですね。これも桜の季節でしょうけど、家族がね、桜の前でね、楽しんでるところを逆光で撮って、これ、印象的な写真になってますね。トリップはね、その古いカメラの割にはね、案外逆光体制が良くて、こういう写真が撮れたりしますね。はい、次参ります。次はね、うーちゃんさんの写真を紹介してまいります。それでは行きます。
はい、うーちゃんさんの写真ね、1枚目に2枚目、ちょっと縦構図、1枚目と3枚目が縦構図になっています。1枚目と2枚目がね、コニカ3、イルフォード XP2400、以前僕も、プリモフレックスとかで使った、C41 現像のね、モノクロフィルムですね。このフィルムなかなかいいですよ。でね、なかなかね、これコニカ3すごいですね。この写真、もう、これね、ちょっとトリミングしてますけど、めちゃくちゃシャープに映ってますね。これいいですね。で、3枚目がね、オリンパスペン EE3 です。やはりイルフォード。これペン EE3 もね、シャープに撮れておりますね。で、やはりね、これペン EE3 はね、400まで使えるんで、私 EE2 持ってたんですけど、どっか行っちゃって。EE しか持ってないんですけど、これ200までなんでね、マニュアルで撮影するしかない。400だとちょっときついのかな、シャッター速度が足りなくて。なかなかいい写りしてますね。EE3 使ってみたいですね。あ、僕も E3 だったか。わかんなくなってた。じゃあ次参ります。次、サファイアさんのね、写真を紹介してまいります。サファイアさんなんですけども、ちょっとバババッとね、たくさん、紹介させていただきました。カメラが、なんだったっけ、オリンパス 35DC ですね。試し撮りということで、いうことなんですけど、富士カラー C200 で撮っておられます。オリンパスのね、レンズね、すごくやっぱ、特にね、この夕日の写真すごいですね。見事な発色をしておりますね。サファイアさんはね、かなりね、最近レンジファインダーカメラをバンバン増やしてるのかな。かなり、やばい、状況になってやっているみたいですけども、レンジファインダーカメラね、なかなか楽しんでね、一眼しかやってない人もね、ぜひやってみたらと思います。写りもね、ご覧のようにすごくいいですよ。次は、以前も紹介した、都市九さんの、写真を紹介させていただきます。はい、一都市九さんの写真なんですけども、2枚目以外は全部縦構図です。で、3枚目、4枚目がね、アクロス、白黒のフィルムですね。ペン EE2 で撮った写真が、縦構図なんですけども、ペン EE2 らしいね、ちょっと柔らかい描写、で綺麗に撮れておりますね。あと、2枚目の写真はね、富士フィルムのね、オールドコンデジ、ファインピックス700の150万画素機で撮った、写真ということで、もうこれ見たらわかるんですけども、150万画素でね、もう十分ということも結構わかりますね。モニターで見る限りはもう十分です。はい、で4枚目の写真がね、クローズアップレンズでスクエアボケを狙った写真になっております。はい、次がね、落合さんの写真を紹介してまいります。はい、落合さんの写真ね、またオリンパス EOM5 で撮った写真、2ですね、撮った写真、レンズが12-200、F3.5-6.3、ISO6400 で F5.4/15/1、かなり暗いところで撮った写真になりますね。これもね、この間投稿した写真と、同じで、これ、ラオスかな、ルアンババン市街のワットノン寺院っていうところで撮った写真になるらしいです。これ、かなり暗いところで撮っ
ってるんでしょ。6400でこんな撮れるんですね。結構ノイズとかも出てないように見えますね。綺麗に撮れております。オリンパスって確か、フォーサーズじゃなかったのかな。結構綺麗に撮れてますね。 CPSC なのかフォーサーズだと思うけど、ちょっとねオリンパスのデータが実は詳しくない、まだ使ったことないんでね、ちょっと調べてみなきゃいけないなと思いました。はい、次は野良旅人さん、以前も紹介させてもらった野良旅人さんの写真の紹介になります。はい、これ1枚目、これ彼岸花がたくさん咲いてるのかな。撮影機材がねコニシロックのパール4、レンズヘキサの 75mm、がついていると、ベルビア100で捉えてますね。もう赤が凄まじいですね。やっぱベルビア、で2枚目の写真がね、こちらもベルビア100、ミノルタの XD、レンズがズームの 2435F3.5 ということで、日光のね、これ紅葉のね、去年の紅葉の写真ですね。これ素晴らしい写真ですね。やっぱベルビアで撮るとね、赤が映え、赤とか青がねすごく映えるんでね、この秋、紅葉のシーズンにね、皆さんもねちょっとリバーサル、ベルビアフィルムとか挑戦してみてはいかがかなと思いますね。いい写真です。はい、次は、小寺さんの写真、紹介してまいります。はい、小寺さんの写真はちょっと夏の写真になるんですけど、これベルビア50、うわやっぱベルビア50すごいな。まあズームを使うとね、この50っていうね感度がねネックになってもうほとんど使えないフィルムなんですけど、これはね F2.8 の、ニューニッコール 24mm、2枚目が、ニッコール S オート 50mmF1.4、で撮影した、写真になります。ちょっと明るいレンズじゃないとねこの苦しい、フィルムになるんですけど、まあその条件は限られますけども、その限られた条件の中で使うにはもう最強のね、リバーサルフィルムだと思いますね。綺麗に撮れておりますね。またお願いしますね。これじゃあ次、これ最後になります。和孝様の、写真を紹介してまいります。はい、和孝様の写真、ミノルタのハイマチック S、富士フィルム業務用100、で撮った写真になります。ハイマチック S は、これあれかな、ピッカリコニックが出たあたりの時代のカメラかな。非常に良い色が出ておりますね。業務用も100、まあ、記録用、富士フィルムのネガ、カラーネガで撮られた写真になりますね。はい、今日の、写真紹介、ちょっとね駆け足、でやってまいりましたけど、次からはねお一人様1回あたり2枚の投稿で、お願いします。できるだけたくさんの、方の写真を紹介してね、みんなでシェアして楽しもうという考え方でやっていこうと思います。はい、今日の動画はねこんな感じでね、面白かったですかね。次の動画なんですけども、オリンパスの L1 の写真がね、現像に出すの暇がなくて現像に出てないんですね。で、ちょっとオリンパスついてますけども、次の動画は多分
多分こいつの写真、ちょっとねこいつあんま調子よくないんでね、あの次の動画、まあ今回のね、富士フィルムのあれも、期限切れのフィルムだったよね、あんまり調子よくない写真が続きますけど、次の、動画、それとカメラプレゼントをね、次の動画で、募集いたしますので、カメラプレゼントを、始めると、DM が混乱しますので、写真の投稿は、次の動画の、オンまでに、お願いします。はい、今日の動画は、こんな感じです。まだね、この辺にチャンネル登録ボタン出てきますんで、写真好きな方、特にねフィルム写真好きな方は、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。はい、じゃあ次の動画をお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくです。はい、次はねカメラプレゼントになります。期待しててくださいね。